こんにちは、イズマイホームの田辺です。今日もよろしくお願いします。イルミネーションキャンペーン、まもなくスタートです。ぜひぜひ、たくさんのご応募お待ちしております。よろしくお願いします。さて、住宅売却に関わる、税金の相談で、よくあるのが、所有期間、こちらよく話題になります。で、居住用の住宅であれば所有期間はあまり気にされなくてもいいかと思います。で、収益物件に関する、税金ですと所有期間によって税率は変わっていきます。ただこの辺は、投資家さんの皆さんは、大変勉強されているので、その辺は熟知されているかと思います。収益物件の5年以下は、20%、5年超は、39% となってます。で、居住用財産については、3000万円の特別控除がありますので、よっぽど、大きく儲けない限り、税金はかかってこないのかなと思います。で、3000万円の特別、ただ3000万円特別控除、適用するには、条件が、あります。ものによっては、条件2つって書いてあったりしますが、ちょっとややこしくなるので私は3つということに、させていただきたいと思います。1つは、居住のように、住まなくなってから3年経過する日、13年経過する年の、12月31日までに売却ということです。で、2つ目が、さら地にしてから1年以内の契約ということになります。そして3つ目、こちらは、さら地にしてから貸地など、運用していないということになります。以上すべて要件が満たされれば3000万特別控除が適用されるということになります。ぜひ、ご参考にしていただければと思います。詳細は改めてまたご相談いただければと思います。今日もありがとうございました。失礼いたします。